ルドーは今シーズンの注目カラー、キャメルと合わせたシックなスタイルが特におすすめです。赤系のアイテムに手強いイメージを持っている人も、フローレントは素材の質感と微妙な発色にこだわっているので、こなれた雰囲気で着こなせるはず。ボルドーはグレーやブラウンとの相性がいいので、ぜひ秋のワードローブに1枚取り入れてみてください。フローレントの定番素材として毎シーズン好評のファンシーツイード、トレンドのクラシカルなムードが漂う素材をあえてカジュアルなショートパンツで取り入れると新鮮なスタイルに仕上がります。ゆったりしたシルエットのトップスの裾からちょっぴり覗かせるぐらいのバランスがおしゃれです。さりげないのにおしゃれ上手に見えるのが全身をグレーで統一したコーディネート。素材感に変化をつけると単調にならずスタイリッシュに着こなせます。例えばロットの折り柄入りのブラウスにレースのスカート、それぞれは甘いイメージでもグレーでまとめるだけで程よくカジュアルに、ヴィンテージ調のベルトでメリハリを与えるのもポイントです。